各広市、宋春図関林図外院は、中国の古い宮廷画家組織で、唐の時代に始まり壮大に最盛期を迎えた。会議が定められ若い画家の教育も行われたことから、中国版の美術アカデミーとみなされることがある。外院と略称される。8世紀の唐代には、皇帝が下す小直の起草などに当たらせるため学者や、文人を要する館長、 管理院員が設立されたが、そこには、書画や音楽、囲碁に及ぶ学芸に秀でた人材を集めた、記術院員が併設されており、はじめ、管理委員ズガは、このうちの書画を担う組織だった。後独立して、皇帝直属の機関として運営される。最盛期の南宋時代には、特に写実主義の洗練を通じて、中国絵画を極めて高い水準に押し上げ、引退画と呼ばれる。 独自の様式を確立した。離島、万学商風軸管理図外院は、制度上は、唐の元想の時代に設立され、職人たちが、宮廷や、官庁の障壁が装飾などの制作を行っていた。彼らは後、諸区と南唐が前後して滅亡した後、地方に離散するが、北宋の楊弘し元年には、管理院から外務を独立させ、そこに、家人たちを呼び戻して、 絵画技術の継承を図った。宮廷外院は皇帝の直属機関として位置づけられ、先行試験で全国から画人を選抜する方法が取られた。試験では、橋のたもとにある主花、散る花を踏んで帰る馬といった文章が示され、与えられた画題の造形表現に加えて、情景の創造力や古典に関する見識の高さが問われた。初期には三千人の応募に対して、 合格は100人余りと厳しい選抜が行われた。合格した画人たちには官位が与えられた。まだ位を持たない者は画学生として扱われ、仏道、人物、山水、鳥獣、家畜といった画学が指導された。力量を認められた画家たちはいくつかのグループに分けられ、宮廷の壁画製作や皇族の肖像が漢民族の歴史を記録する。 歴史画などの制作を命じられた。成功の変で、北層が画界した時、金が皇族とともに、宮廷が形を北方へ連れ去り、画院は壊滅する。わずかに金軍の手を逃れた画形が、高層の夜離岸に逃れて、細々と北層の画風を伝えた。この時期には、離島、小寺氏らが活躍した。南層が再び力を取り戻し始めると、 高層は失われた漢文化の再興に力を注ぐ。昇降元年に提出博物館のような機能を持つ秘書省が設置、全国から古記や書画文書を収集した。ガインの本格的な復興時期については未知の部分が多いが、歴代の皇帝は芸術費後に熱心で、ガインも大いに栄えた。当初、皇帝たちは政治的スローガンとして国境奪回を鼓舞し続け、 ガインにおいても、司教のような漢民族の古典や、またイ民族に拉致された漢民族の悲劇として伝説となっていた蔡文紀などが盛んに絵画化された。特に蔡文紀を題材とした作品には、李唐の作と伝えられる文紀期間図や陳居中の文紀期間図軸など名高い作例がある。李唐は北宋時代からガインの中心にあった一人で、 特に山水画の体制者として知られる。南宋では、他に、竜末年、馬園、夏景など親が活躍し、文人画の伝統を継ぐ、商品、人物画や花鳥画など様々な分野で傑作が作られた。南宋引退画の特徴としては、市街地の原則がしばしば挙げられる。これは絵画においても、自分のような市場の表出を目指すもので、その手段として、 画面構成上の工夫が重ねられた。特に風景や人物、課長などが台を画面の一方に配置し、その対角線上に余白を大きく開けた画面が市場を漂わせることに成功しているとされた。こうした構成を指す変革の形、残山やさえ水といった標語は南宋院大河の代名詞となり、馬園や夏系が数多く作例を残している。ありがとうございます。